こちらがですね、令和5年の、日程なんですけども、8月9日、空いていました。だけども、そうですね、あと、こちらの催しなんですけども、もともと8月の19日などにされていたと。で、なぜか今年8月9日僕が呼び出していたのに、なぜかその日に、こういう予定が入ってる。で、これ、フミート様から教えてもらってたんですけども、そこに書いてる内容は全て本当のことではないっていうようなことも、教えてもらってるんですよ。亡くなってる子もとかあるとか、だからまあ、なぜ、こういうふうな形にしたのかということですね。多分、8月9日、これそもそもどんなことしてるんでしょう？早くしなきゃならないことを、なぜみんな、何もしないで、引き延ばそうとするのか。これは僕には全然わからないんですよ。まあ、2024年8月の、28日なんですけども、あと、まあ、この間のホームのところを見たときにも、まあ、手話に関して、1年前ってなってるだけで、その手話のところを見ると、手話甲子園、パフォーマンス、2022年なんですよ。で、2023年のものがないんですね。で、2023年の、この間のニュースの内容が、2024年になってますけども、本当は2023年でした。2023年の、その手話甲子園で見ても出てこないんですよ、YouTube で。で、っていうことは、1年前のニュースを何かもう一回放送するだとか、何かそういうふうなことも、1年前とまで言ってたかな、言ってなかったかな、前のニュースも放送するとか、そういうふうなことを、大越キャスターが、報道ステーションで言っていました。それは事実です。で、この時代、皆さん、ちゃんと対処する気あるのかないのか、フミト様も会うと言いながら僕に会っていない。8月9日に、僕と会えばいいのに、誰も会おうとしなかった。だから、正直言いまして、海外の公務が多すぎるんですよ。で、そんなに交流を持ってしまったのは海外留学したからなんですよ。で、海外留学をする必要があったかっていうとなかったんですよ。自分の近隣の国の人たちとだけある程度関わっていたらいいと。それ以上広げると、自分の国のことをまず一番理解しておかなきゃならないのに、自分の国のことの、特に地域のことが理解ができなくなる。で、都市部の感覚だけで物事を進めてしまうから、全てがめちゃくちゃになると。で、まあ、台風の進路に関しても、台風10号に関しても、もともとの進路図、前日までは、鹿児島県と長崎県の横、まあ、熊本県の西の方ですね、を通過するような形の方向にまでずれ込んでいってたんですよ。で、まあ、昨日の晩というか、まあ、今日眠れたのが、まあ、0時00回って、今日の日付になってから、明け方5時ぐらいにやっと寝れて、で、9時にはもう起こされてましたので、4時間寝てないですね。で、それによって自分の抵抗力は落ちて、台風の進路。だから、まあ、ちょっとまあ、ウェザーニュースのところアクセスして、ちょっと今の状況なんですけども、今のところ、だからこれがもう少し左の方だったんですよ。それがもうここからこう横に行くような、ほら、もう東京一直線みたいな形になってしまってるでしょ。で、以前の内容をちょっと見てみますね。ホームページ、淡池ですけど、履歴の方から。詳細ずーっとチェックしてますので。で、
対応の仕方がその警察官と組んでるからかなのか、その明子ちゃんも8月9日に関して態度が悪かったと。で、その辺のところをしっかりと物事を理解できてるのかどうか、なぜ台風が発生しているのか、第二次世界大戦、第二次世界大戦も世界中どこの国も行政が行ってしまってるから、行政側にもあったらあの世の人たちの怒りって絶対無理なんですよ、抑え込むのって。それは理解できてるのかどうかっていうことなのと、一応まあグミート様の心の声で言ってることはどうっていう声が一応聞こえてはきてるんですけども、ちょっと待ってくださいね。これだったかな、これだったらちょっと分かりにくいですかね。まあ先ほどの喫緊の内容を見ていても、雨の降るところが明日東京っていうことになってるんですよ。大雨の警報は東京とかの関東の近辺ですね。だからいや、だからスポーツの勝ち負けとか、その本当に手話パフォーマンスとかも本当は去年のものでした。2024年っていうのが。で、この間髪の毛伸ばした佳子ちゃんが土曜日、昼過ぎぐらいに僕が買い物行った時に横通り過ぎました。で、その後巨人が3連勝しました。それ東京行きますよ、台風。絶対優勝しちゃダメなところが優勝しようとしてるから。で、それもあるし、佳子ちゃんも絶対自分から声かけなきゃなんない。で、明子ちゃんも、話から逃げた。来てる意味がない、そもそも。で、エネルギーの残存量問題の話からも逃げてるし、全てのことから逃げてる。これはもう、あの人たちの怒りって絶対収まらないです。で、アキコちゃんが来てた日も8月9日も僕睡眠不足にさせられてたんですよ。だから集団で来ないで、カコちゃんが一人でここに来たらいいんですよ。結局それで僕の睡眠時間奪ってた部分とかもあるでしょう。自分がはっきりしないことによって。それするから、あのような人たちから見たら全部物事丸分かりなのに、まあどのように映るか。あとはもう一般人の人たちとか、もう未来の人の時間軸の人たちも、その、いい加減な行動っていうところ、これはなかなかもう全部バレたら、それもなかなか許してもらえるようなことじゃないですよ。先に河川水門開閉式玉発電とか、そちらの方を力入れなきゃならないか、僕の裁判の方を全力で、手を貸さなきゃならない。で、それは世界の人との外交よりも重要なことなんですよ。世界中の人の命がかかってますから、先々の人たちの。で、これは、ある程度の年齢の人たち、まあ、知事の人でも70歳超えの人たちがたくさんいらっしゃいますけども、もうそんな人いらないんです。そういう人たちを知事にしてしまうと、自分の生きてる間ぐらいは、ガスや石油が輸入されるって、できるって思ってしまうから、いい加減な仕事しかできないんですよ。もう60歳超えなんかもう絶対無理。そこまで僕みたいに頑張ってるかって言ったら頑張ってない。はっきり言って。どうしても自分のを生きてる範囲内でしか物事を考えれないから、だからずっと言ってるのは、僕と同じぐらいの年齢の、まあ、小泉、進次郎君だったり、まあ年上の方で言うと橋本徹さんだとか、まあ、あの人はガッツがありますし知識もありますから、だからそういう風な人たちで物事を固めて突き進まなかったら、老人任せにしてたら、もうこれ世界中どこの国もそうなんですけども、もうどうしようもなくなると。で、ある程度各都道府県の知事になったとしても、その上は国会というところがあって、で、自分たちのできることの範囲っていうのは限られている。それは分かりますよ。分かるんですけども、国会の方もしっかりとエネルギーの残存問題に対処してこなかったと。自民党さんと公明党さん連立組んでいたのにと。で、それは海外も同じような状況で、まあ僕からの言った内容を聞いて、適当に日本の記事がそういうふうに書き立ててるのかもしれませんけども、その例えば共和党のハリスさんが、民主党の人たちと、まあ、仲良くしようみたいな記事が流れてるんですけども、
僕もそれ、もう今までのテレビのニュースの放送の仕方からして、もうめちゃくちゃすぎますから、何をどう受け止めたらいいのかわからないんですよ。その勢いで、次、アメリカでオリンピックに頑張りましょうみたいな話だったら、もう絶対無理ですよ、この世の中。両方、共和党と民主党で頑張って、もうアメリカのオリンピックもしませんと、ボイコットしますと。エネルギーの残存量問題の方が上ですって言ってくれるんだったら話別ですよ。だけども、仲良くするの意味が何なのかが全然はっきりとしない。で、エネルギーの残存量問題に関しての対応の仕方が正直全員甘かった。大量の電力の発電を見越える、河川水門外式ダム発電に関して誰も手を差し伸べようとしなかった。これが26年間の事実ですから。で、ちょうど今電車が通ったでしょう。で、その26年間の事実、訂正27年間の事実で、それについて、いや、でも、もう20歳ぐらいの頃に特許の出願とか、特許庁のその発明協会の方に行ったりとかして、で、まあその関係者の人とかがフルーツアーパークに会いに来て話したりとかはもう20歳ぐらいの頃にありましたから、だから、その辺のところから、完全に物事何も進んでないですよ。で、それでもまだ去年、皇居行った時に、淡井圭介さんが来ましたと、すぐにご案内しますというような対応はされてなかったと。それは佳子ちゃんに関してもそうですし、文井戸様に対してもそうですし、成人様に対してもそうです。ですぐに総理とか呼ぶとか、岸田さん呼ぶとか、もう今更なんですから。今までニュース見ていて、僕の考えている内容とか伝えてますし、それを受け答え、岸田さんもしてきたんですから、それも菅さんだって同じでしたし、だから、そんなことでいちいち、もう、本当に大したことないことで、孫ついていたって、しょうがないのに、なんていうんですかね、全員、丸投げになってしまって、私が対処するとか、僕が対処するとか、自分が対処するとか、どうにかするっていうガッツを持ってる人は見当たらないんですよ、全然。仕事中笑ってばっかり。本当に。で、あとはまあ一般的な職業や、社会的地位の人たちは、そんな大きな話、自分たちじゃどうにもできないようになってしまうんですよ。じゃあ、知事や大臣だとか、国会議員の人たちだとか、あとは大きな町の市長だとか、そういうような人たちで話を進めなきゃならないのに、全然何も進んでなくて、余計なビルの建物だとか、まだ作ろうとしていたりだとか、道路だとか、本当にどうでもいいようなことばっかりずっとします。で、だから、ここ、近日に流れてる公務に関しても、本当のところ、去年のことだったのか、いつのことだったのか、僕には分からないんですよ。そんなに一つ一つの公務をずっと記録化していたら分かりますけど、記録化してないですから、で、宮内庁のホームページのその内容も変わるっていうことは聞いてましたから、だからそこにもフェイク混ざってると。だってここの国の天皇家の人たちの下で総理大臣がいて、その下で、総務大臣がいて、その傘下に NHK があって、そこから民間のテレビ局で報道関係なんですから。だから全員嘘使いすぎたんですよ。で、まあ、この内容、多分、佳子ちゃんや天皇家の方たちや国会議員の方たちやマスコミの窓側の方たちとか、淡井圭介の関係者の方たち、スポーツ界も含めてなんですけども、この状況を知った時に、まだ自分の仕事のためだけに生きるんですかっていうことになるんですよ。自分の我がのことのためだけに生きるんですかっていうことになるんですよ。その辺のところに潔さとかは全くなくて、今日も17時前後に
まあ、昼寝5分か10分ぐらいできたんですけども、まあ、春山整骨院のやつらが、介護職の連中とかが、ここのね、自宅のすぐ前のところで喧嘩を売るようなことを言ってくる、大きな声で。もう、すごく挑発的な言い方ですよ。本当に喧嘩口調で。相手を嘲笑するような言い方で。だけど、それすらもほったらかしにしてるでしょ。だから、どちら側として生きてるんですかっていうことにもなりますし、そもそも、ああ、なんとか、国際障害児を集めてたとか、だからその国際障害児っていう名称をつけられているのも、あれでしょう、その、海外留学をしちゃダメだって言ってるのに、海外留学をしてしまうんでしょう。だからその、子供の頃から関わるからダメなんですよ。対象能力なんかないんですから。二十歳前後の人間なんかに。30歳ぐらいになって自分で、弁護士さんなしとかで裁判を行って、まあ、勝訴取ったりだとか。僕の場合の、フルーツラーパークの件は棄却になってますけども、ちゃんとお金振り込まれてますから、裁判官は私が証人になりますって言ってくれたから、相手はお金を振り込むって言ってくれてるから、そしたらもう棄却ということでいいですよっていうことにしただけで、本当はそれ勝訴なんですよ。棄却でも勝訴あるんですよ。だからまあ、僕の基準で言うと、30歳ぐらいになって、まあ、やっとそれぐらいになれるものなんじゃないかなと。いう基準なんですよ。だから、二十歳そこそこなんかで海外留学なんか行かせたらもうパッパラパーになって帰ってきますよ。本当に。だから、被災とかも絶対海外なんか行っちゃダメ。海外の王室の人たちとの交流とか絶対そんな年齢からしちゃダメ。絶対ややこしいことになるから。これっていう内容が出来上がってからじゃなかったら無理だから。エネルギーの残存問題だっていう軸。オリンピックもいらない。万博もいらない。っていうあれもいらない、これもいらない、自動車の生産もいらないっていうところまで自分で現場を見に行って突き詰めて、僕の撮影した動画を見たら分かりますから、それで勉強してこれだっていうのを持ってからじゃなかったら絶対ブレますから。ああ言われたから、こう言われたからとかで、そこには相手の人たちの民間企業の会社とかの自分たちの給与だとか仕事の都合とかでそういうふうなことを言ってるのであって、そこは結局お金の都合なんですよ。みんなの命とかじゃない。だからその辺のところを、全員理解して生きてるのかどうかっていうことなんですよ。そのスポーツ関係者もそうなんですよ。結局 J リーグだって J1 のチームが20チームになってたでしょ。もうその時点で分かってないじゃないですか。で、本当の人口をずっとひた隠しにしてたでしょ、今の国境内で。自民党の人はいつ、それを公表できるんですかっていうことになるんですよ。もう子供じゃないんですから、全員。やっぱり社会的地位の高い人間の方が、その絶対的に悪いことをしてしまってるような形式にこの世の中はなってしまっていて、それに沿って物事が動いてしまってるから、だから、岸田さんがユンさんとの首脳会談で泣きながらごめんって謝ってくれましたけども、だけどもう、ごめんって謝るだけじゃ、もう後の世代どうしようもなくなるんですよ。リサイトコンの世代はどう考えても危ない。石油とガスの輸入どう考えても危ないです。消費量、世界公正税の内容を見るとですよ、年々拡大している状況を見ると。だから発展途上国と呼ばれていた国が、もう今や先進諸国化して、多分高層ビルを作ってしまってる。だから大量の電力が必要になる。エレベーター、例えば30階建てぐらいで6機、8機ついていて、しょっちゅう稼働しているような、ビルに関しては1年間で電気代が1億円を超えます。これは本当の話ですよ。ここですら40何万するんですから。4階しかないんですよ、ここ。あと地下はありますけども。エレベーター使ってる人間なんかほとんどいない。それだけ莫大なエネルギーを消費してるっていうことになるんですよ。東京のあの高いビルの群れを見たときに、本当に無駄が多くて、どうせテナント募集ばっかりになってるでしょ。もうこの辺もそうですから、ずっとテナント募集。売り上げなんか上がるわけないですから。大した売り上げ。政府からの補助金目当てで、どうしても欲望によって店舗を出してしまう。そこには本当の人口とか、本当の真実の話がないから、そういうふうになってしまうと。
少子化に関しては一応ずっと長年テレビのニュースで言ってるから、その辺のことに関してそれが頭の中入っていたら新しく商売しようっていう発想にまずならないんですよ。本当に頭が良かったら、大卒の人間が頭がいいって言うんであればね。だけどもそういう人間に限って結局店出してしまったんでしょって、だから逆になってるんですよ全部物事が。このどうしようもない世の中をどうしたらいいのかが、僕もこの協力してくれる人が全くいませんから、まあ、相談ぐらいだったら、その生活保護の窓口の人とかは、まあ、ある程度は相談には話聞いたりとかしようとはするんですけども、以前から同じこと何回も説明してるんですよ。でメモの仕方とか甘いからやっぱりそうなる。別にその人が悪いわけじゃないんですけども、善意を持って聞いてくれてるのは分かるんですけども、態度を見ていたら。だけどもいつもたっても覚えてくれないから、まあ、ちゃんとパソコンとかに記録、僕みたいにとんでもない情報量になったとしたとしても、記録はつけておくべきであって、だからこれ聞いてもらってね、ジャイアンツの皆さんどう思います？そのこの間土曜日、14時か15時ぐらいに岡間の交差点、緑の傘さしてる時にその信号変わるまでだいぶ時間かかってたんですけども、周り誰もいないなって確認した後なんですよ。その後信号変わった時にもう聞いててるし、その絡んで来られる運とかもあるから、まあ、ちょっと顔隠し気味で、まあ、自然とそういうふうに歩いてたんですけど、もう自分で意図的に顔を隠そうとしてたわけじゃないんですよ。でその横を髪の毛が長くなった佳子ちゃんが通りました。でそれで巨人勝ってます。本当にこれもう裁判で巨人の口座差し押さえさせてもらいますよ。本当に勝っていい方法と悪い方法がある。明らかにダーティーすぎる。でそれで今の状況で考えると、今年のペナントレースもう残り27試合しかない中で、今のゲーム差でしょう、セリーグ優勝する可能性があると、話余計めちゃくちゃですよ。だから勝っていい時と悪い時自分たちでちゃんと見極めないと、自分の方から頭の中差し出さないと、渡さないと。今年横浜 DeNA さんだって言ってるんですから、そこは男としてかっこ悪いんですよ。自分の金儲けだけに走ってるから。それは警察官であれ何であれ、元の職業は何であれ、そこはそこで余計給料高いから、それはそれまずいんですよ。今阪神タイガースの伊藤投手を責めてるわけじゃないんですよ。まあ、彼も警察官の服装を着て僕は連れて行ったりしないからってこう笑顔で言って、でその後阪神タイガースのピッチャーとしてマウンド立ってますけども、この世の中の仕組みはもうめちゃくちゃなんですよ。とにかく自分の窓口にビタッと張り付いていて、でそこでの失敗とか裁判でちゃんと罰金払ったりとかして、でそれで、していいことと悪いことをしっかりと覚えて、で一人前になっていくと。だからそのシステムじゃなかったら絶対無理なんですよ。だから公務員の人の給料年収聞いたらびっくりしますよ。43歳ぐらいで、で基本給が30何万で、でまあボーナスが年間4ヶ月分ぐらい、だから1回のボーナスが2ヶ月分ぐらいですよ。だから特別めちゃくちゃ大きいわけでもないんですけども、まあ、これは各都道府県の公務員の人たちによって違いますよ。だけども年収600何十万ぐらいあったんですかね。扶養手当とか住居手当とかもありますし、だから想像以上に高給取りですから、だからそういう人たちが自覚を持って、自分たちでこのエネルギーの残存問題どうにかするんだっていう自覚を持ってもらわなかったら、これどうしようもない。でサッカー選手の方にもどうせ警察官知る人とかもいるんでしょう。であんなに髪の毛染めてる連中ばっかりなんですよ。全員そう丸刈りにしなさいですよ。当たり前ですよ。どちらが多いだと思ってるんです。世界中の政府上層部を動かしてきたのは IKS ですよ。でその辺のところなんですよ。協力体制っていうその民間側にも全く身動き取れなくなってるのか、その球団の合併の話
なんですけども、だこれに関してその最初はねテレビ局の番組程度から始めて、そこもうまくしていかなきゃならない、あの抵抗する勢力が出てこられたらもう鬱陶しいですから、だから各テレビ局からあのちゃんと知識があって法律のことはある程度たけていて、で淡井圭介側として、裁判手伝ってくれる人、各テレビ局を相手に裁判を行って番組の、お金払ってもらいながら、まあ、契約書も交わしてちゃんと銀行にお金振り込まれるようにしてもらって、で、そういう人たちと一緒に J リーグ2リーグ、12球団にしなさいと。で、プロ野球に関しても南から北に向かっての巡業ですよと。で、まあ、もうその方式にしなかったらどちらにしても建物の建設費用にお金を費やすだけで終わってしまうんですよ。たくさん人が入るから建物が早く老朽化するんですよ。南から北に向かっての巡業で各スタジアムを、まあ、使用料を払って巡業していればエネルギーの消費も抑えられて建物の解体時期も遅くなるんですよ。だから結局自分たちがスタジアムを所有してるから自分たちのスタジアムで試合をたくさんしなかったら損だっていう考え方が完全に間違ってるんですよ。そこは建設費用とか解体費用とかが込みで頭の中に入ってない100年後200年後を見据えての経営ができない人たちの結局集団なんですよ。それはなぜかって言ったら経営者が老人だからですよ。30年後のことすら、ろくに考えることができない。ほとんどの経営者がそれですよ。あんまり大したことない。だから、こういうこの世の中で、自分たちが何をしなければならないのかっていうことを、しっかりと理解できてるのか、理解できてないのか、もう、正直もう、まあ、こういうふうな口調でも一応言っておかなかったら、まだなんか、彼に任せておけば何とかなるとか、台風のことに関しても。もう、鹿児島県、多分もうえらいことになってますよ。だから、晴山聖子さんとか早く閉じりゃいいのに、ずっとほったらかしにしてるからですよ。警察官でも誰でもできますよ。今まで僕が提出した証拠とか、使えば。昔もね、2000年ぐらいにはもう閉店してたんですから。まあ向こうの1号店って言ったらいいのかな、2号店って言ったらいいのかな、本当はもともと阪神・淡路大震災の前は、神戸市兵庫区にありましたから、晴山整骨院って。だからそこの裏のところは3号店ぐらいになるんだと思いますけども、まあ分かんないですよ。あの兵庫区のところでも1号店2号店でこう移転したりとかあるといえばあるかもしれないですから、まあまあ、まあまあそこは1回、さして解体したはずだから本当は4号店なのか5号店なのかもうよく分からない話になってきてますけども、本当に無駄が多すぎます。で、今まで自民党の人も淡井圭介と会って、具体的な話し合いを全くしようとしない。これ、東京申請したからといって、知事、市長が許可出さなかったりしたり、僕はお金持ってなかったら、絶対何もできないですよ。しかも、それはもう向こうが下流から上流まで全部設置しようと思ったら、それも何百億円って言いますよ、絶対に。だから高島彩とか今回のその証言者としてその190条の方で証言者として出るときに競馬会とかも淡井圭介が勝ち負けを行ってた、まあプロ野球界もそうですしサッカー界もそうですし世界戦で全部軸は淡井圭介でその売り上げの 2.5% もしくはその上のところをまあ、日給出来高というか、まあ、どういうふうな形にするのか、まあ、それも球団と話し合っていってその担当者が本当はつけなかったら一人でこんなにたくさん多すぎますから、だからそれはその天気云々の台風の抑制のためにそうなってしまっている可能性もあるんですよ。だから結局世界中のス
ポーツオリンピックの時に関しても東京オリンピックの時も他の国の選手の人たちも結局僕が軸になって結果が出てますから。だからこの間の、パリオリンピックでもスケボーの選手とかを急にテレビのチャンネル変えた時に言葉のワードなんか組み上げれる暇なんかないですから敬語で。だからもうみんな点取ると、かといってこちらだっていつ日本人選手が出てるか確認しなきゃならないから、なぜいまだにその去年皇居行った時に警察官の人たちに断らせるのか。でその一人一人の警察官にちゃんと教えてます、台風のこととか淡井さんが軸になってるっていうことで、自分たち警察官の失態によってその精神病院とかに連れて行った時にとんでもない大雨の災害がいっぱい発生してると。2019年の台風の時もそうですよ。8月9日にちゃんと僕は会おうって言ってるのに、会わなかった佳子ちゃんたち、もうこれはもう文人さんも含まりますし、もう成人さんも当然入ります、天皇家の人たち全員。何回も僕は呼びかけたのに無視してた明子ちゃんなんかも論外。それはあの世の人たちが判定することだから、君たちがその今明子ちゃんに向かって君たちって言ってるんですけども、君たちが判定していいことじゃないから、そういうふうな無茶苦茶な行動されても、あと未来の人たちとかも絶対怒らせてる。であと一般の人のコメントの人たちで都合の悪いことを書いてるから、宮内庁の人間が消してるんだったらもうその宮内庁の人間いらないから、ある程度の文句書かれてもこれしょうがないって思って、もう記載してる内容を普通にエネルギーの残存量問題から考えたら、ある程度不平不満を書き込むのは普通であって、それがあるからこそ正常化されていくんですよ。それ消していたら、僕はずっと全部行動チェックして、ああしなきゃダメだ、こうしなきゃダメだって言わなきゃならなくなる。で、カポちゃんのウィキペディアをこの間確認したときに、緑の輪の公務がやっとなくなっていて、ああ、やっとなくなったかと。で、あとまだ馬術行ってるでしょ。で、馬術なんかもういらない。他にもいらない公務いっぱいあります。そんなことよりも僕の裁判の件、それを早く進めること。もうそちらの方が N e の残存の問題の総裁だとするのであれば、正しい行動になります。だから N e 庁の人たちも分かっていないっていうことになります。ほったらかし。太陽光パネルしりゃいいんだ。風力発電しりゃいいんだ。うん、そういう方が楽だから。ほったらかしにしていた方が。今、電波で国の落としで聞こえてきたのが、もうどうせコンピューターなんだろうけども、君が入院だっていう言葉聞かされてます。ちゃんちゃらおかしいでしょ、この国。アイシュビッツとか国が認めてるじゃない。強制入院なんかさせちゃダメだって。強制収容所。精神病院なんか強制収容所なんだから。で、精子の生産されなくなる薬なんだったら山口組として、僕の名前も淡井圭介っていう名前出てきた内容でテレビのニュースの